ここのビデオの中に見ていただくポイントの一つとして、ものすごい練習の時間が短い、3分とか1分とか、判断を早くする、一つは時間というもの、トレーニング時間というものが一つの要因になっていると思います。もう一つ、トレーニングを計画を作るにあたってですね、まず何をしたいのかということがあって、それをもとに下に下ろしていく、高い位置からプレスかけるチームにしたいなということであれば、ハイプレスになるための、それじゃあアップはどうしたらいいか、つながっていく、アップが終わったらば、その次にプレスに必要なのは何か、一番とんがったところに全てがつながっているというようなイメージでトレーニング計画を立てた方がいいんじゃないかと思います。